はい、こんにちは、ハチノです。今ですね、YouTube スタジオで、動画編集をして、まあ、ぼかしを、ね、入れる機能があるんですけれども、そちらがですね、2時間、3時間くらい前ですかね、から使えない状況が発生しています。はい。ね、こういうね、お猿さんの、メンテナンスしているマークが出てきて、でここに、ね、リロードってあるんですけど、これを押してもですね、反応しなかったりとか、そういう症状ですね。ちょっとここにバッてあるので、これ消してみますけれども、まあ、普通ですとね、こうやって顔のぼかし処理、カスタムぼかしという感じで、で、まあ、編集というボタンを押すとですね、このバックの方にこういうふうに、ピンク色のね、アラート画面が出てきます。はい。で、ここなんですけど、まあ、リロードって押しても、全然ね、うんともすんとも言わないような状況で、はい。ね、これ一回消してまた、編集というふうにしても、まあバックにこういうふうに出てきてね、じゃあこのままね、じゃあ無理やり、ぼかし入れたらどうなるんだということで、じゃあちょっとね、ぼかしを入れていこうと思うんですけれども、まあこうですね、まあこうね、著作権とかめんどくさいんで、こう、映ってしまった他の人の動画とかをね、隠したいという感じで、ぼかしをね、よいしょ。はい、こんな感じでね、ぼかしをロックして追加しましたと。で、完了ということで、で、ここでね、保存というボタンを押してみて、はい、ここで通常は保存されるんですけれども、はい、なんか、ね、保存できたかどうか分かりませんね。はい、もう一回押してみます。保存。はい、そこのバッテン消して、この状態でじゃあ保存とやってもです。こんな感じでですね、もう、うんともすんとも。ね、で、じゃあ再設定を押してみて、あ、まだここは大丈夫そうです。はい、じゃあここで保存と押してみても、はい、こんな感じでですね、全く反応しない。で、このね、私の上げた動画が悪いのかなと、ね、いうことで、ね、違うじゃあ動画でやってみましょうということでね、またこれ違う動画なんですけれども、まあ、最初からやった方がいいですかね。はい、このね、一番上の新しい動画、まだ公開してないんですけども、こちらをね、公開前にぼかしを入れようと思って、エディターで、ぼかしを追加と。はい、でこの状態は普通なんですけど、ここでね、編集というボタンを押すと、こうまた後ろにね、お猿さんが出てきてるような状況です。はい。ね、これ一回消して、また編集ってやってまた出てきてですね、まあ、例えばですね、まあ、じゃあこの辺の手とかをね、ぼかし入れてみましょうか。ちょっと時間かかりますね。はい。で、完了と。はい。で、保存と。ここですね、エラーが発生しました。動画の編集を保存できませんでしたということでね、これ何度やってもね、何度も同じ。お猿さんが出てきて、あ、今度はこんな感じでね、もうなんか全然、挙動がもう変な風になってますね。で、この右上のね、自分のアイコンもこうなんか横伸びしたりとかして、もうちょっとね、完全になんかバグってるような感じになってますと。で、ちょっとね、珍しいですね、こういう感じ。最近ですね、YouTube、YouTube スタジオ、クリエイターツールからどんどんね、切り替えていて、で、昨日、一昨日くらいもね、クリエイターツール、もう完全に使えなくなるような感じに変更が行われたみたいで、もうクリエイターツールにアクセスすることできないんですけれども、なんかですね、この2ヶ月くらいですかね、その、クリエイターツールから YouTube スタジオに変えている中で何かこう問題が発生しているような感じですね。結構その、まあ、今日はね、この動画のぼかしが追加できないっていう現象なんです。今日はっていうか昨日ね、ここ数日、私、ぼかしを追加していなかっただけで、実はね、数日前から、もしかしたらこの現象発生していたのかもしれないですね。ね、私が2、3時間前に、
この作業をしたから2、3時間前って言ったんですけども、実はね、ぼかしの作業をやってなかっただけで、もしかしたらこう2、3日前なのか、1週間前なのか、結構前からもしかしたらこの現象出ているのかもしれません。はい。なんかね、やっぱ YouTube スタジオに切り替えてから結構いろいろなね、不具合って言ってしまうとまた問題があるのかもしれないですけど、結構ね、いろんな現象が出てますね。YouTube スタジオ、若干最近なんか問題が結構起きてるような感じです。はい。なんでね、本日はこのね、お猿さんが出てきて、リロードをしても何も変わらないよとか、保存をしても保存できませんよとか、そんな感じですけれども、そもそもね、ぼかしが、使えないということで、結構ね、この辺は、YouTube の、ね、無料で使える機能と、ね、いうことで便利だったんですけれども、こんな感じでですね、やっぱり使えないってなると、結構他の手段っていうと、もうやっぱりね、有料の動画編集ソフトとかを使わなければいけないのかなと、ね、いうこともちょっとね、考えなきゃいけないかと、思いました。ちょっとね、こう YouTube のね、YouTube スタジオが使えなくなると、もう何もできないっていう状況になると、全然ね、皆さんも仕事を進まないと思うんで、やっぱりね、一つのものに依存するっていうところが、リスクになるよというのは、どんなね、物事でも同じだと思いますけれども、ね、YouTube 便利で、ね、とてもいろいろ機能があったりとか、収入源として使っている方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱりね、一つにこう依存してしまうということが、いかに、何か問題があった時にね、大変かというところを、ちょっとね、この今回の問題から学習して、いろいろね、対策を考えていかなければいけないなと思いました。はい。この YouTube スタジオのぼかし機能については、改善したらですね、また動画を撮っていきたいと思います。はい。